こんにちは、ドラムパーカッションの山下雄平です。今日はですね、片手でロールをするにはどうすればいいのかといったことをご紹介したいと思います。いくつかやり方があるんですけども、そのうちの一つをご紹介したいと思います。それではやり方なんですけども、スティックは親指と人差し指で持ちます。そしてこのリムの部分、ここにめがけてスティックを下ろします。その時に1打、この時にですね、スティックとリムはついたままにします。そしてスティックを上げます。その時に1打、この繰り返しですね。ここを軸にこうシーソーのようにですね、スティックを動きます。手の力の入れる向きはですね、上下だけですね。こんな感じです。これを速くすると、このようになっていくというわけですね。いかがでしたでしょうか。これをですね、テンポに、きちり当てはめていけば、例えばグラストビートなんかにも応用できるかと思います。ぜひ練習してみてください。それではまた。ライブ情報、アルバム購入ページ、ラジオの出演情報は下の説明欄よりぜひチェックしてください。